国鉄宇宙連絡船潮風共同機船当時からの都職 JR 四国空港連絡船潮風 JR 四国の都職に変更後潮風は共同機船が阪神相本間航路で運行していた高速旅客船である同社の浜風型高速旅客船の2番線後に国鉄 JR 四国の宇野高松間航路へ移った共同汽線は1975年に 関西汽線から阪神相本間航路を修行線と共に譲り受けし、翌1976年以降、浜風型高速低6隻を新造して修行線を置き換えた。潮風はその2番線として1977年に未保造船所で建造された。1979年の6番船浦風の完成、修行により阪神相本間航路の修行線の置き換えが完了し、 同航路は30分間隔での1日27往復運航体制となった。1985年以降、新船への置き換えにより潮風は、阪神相本間航路での運航を終了し、1986年から船舶整備株式会社を経て、当時の国鉄にリリースされ、宇航航路の多客機に臨時便の高速艇として運航されることになった。当時、国鉄の宇航航路では、 ホーバークラフトの飛トびオが就航していたが、GW、ボン、年末年始などの利用客像により、また、ホーバーの定期検査による休行にも備えて、予備の早い船が必要となった。先代のホーバー、カモメが保守基地に残されてはいたが、船体故障が生じていた。そこで、1985年12月28日から1986年1月7日まで、高速艇 光2号を四国フェリーから借り受けて運行。これが好評となり、ついで高速艇プリンセスオリーブを両備え運輸から借り受け、1986年3月1日から14日と7月1日から7日の期間で運行した。潮風は1986年7月8日から就航し、同年の秋以降も継続的に運行された。所要時間は29分。 宇航航路のホーバーが上航の際に陸上でなく浮き桟橋を使っていたので高速艇も同じ乗り場から発着していた。翌年国鉄の分割民営化により JR 四国が運航を引き継いだ。1988年4月9日、翌日からの瀬戸大橋開通に伴い JR の快速電車マリンライナーで海を渡れるようになるため JR の宇航航路では連絡船と ホーバークラフトが廃止。高速艇は JR 高航高速ラインと新たに名付けられ、潮風による定期便として存続。茶屋町、宇野間に短縮された。宇野線の快速電車と接続が取られ、急行料金もホーバーと同額だった1100円から700円に値下げされた。船内では、おしぼりやアイスも中の無料サービス、自由に使える双眼鏡の設置などもあったが、 旅客の大多数が瀬戸大橋利用へシフトしていく中、潮風の利用客は激減。便によっては乗客例名の場合もあった。1990年3月31日の運行を最後に JR 四国は高速定の1年間運行休止を決定。その後特に需要も見込めなかったため、再開されないまま1991年3月15日をもって廃止。 止め置かれていた潮風は、その後、海外に焙煎された。ありがとうございます。